今年はしは、えーまあ、9月に自民党の総裁選挙がございますから、その後のやはり秋というのが、一番可能性は高いのではないかというふうに思っています公明党の石井幹事長は、BS テレ東の番組収録で、次の衆議院選挙の時期について、9月の自民党総裁選後の秋になる可能性が高いとの見方を示しました。 総裁選の期間は国民から自民党への注目が集まり直後は支持率が高くなる傾向があることを理由として挙げました。